日本は完全に想像を超えていた。なでしこジャパンは2戦目にブラジルと対戦。初戦のスペインは0対1で負けてしまっていて、グループステージ突破のためにも勝利が必須。そんな状況の中、なんと日本は驚異の逆転劇を披露。これにはブラジルを指揮しているアルトゥール・エリアス監督も嘆きの言葉。今回は女子サッカーの日本対ブラジルの内容をご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。驚異の逆転劇。なでしこジャパンのスタメンは山下、高橋、熊谷、南、古賀、守屋、長谷川、長野、宮沢、田中選手。初戦で怪我をしてしまった清水選手は離脱することが決定。日テレ東京ヴェルディの下部組織から一緒にプレーをしてきた田中選手は、昔からやってきたので、まさかリサがという気持ちがある。本当に残念でチームにとって痛い。リサ自身が一番悔しいのはわかる。リサのためにもしっかり準備したい。と意気込みを語っていました。ブラジルとはこれまでにも幾度となく対戦をしてきており、ほぼ互角の試合を繰り広げています。試合はブラジルは 60% 以上ボールを持っている状態。しかしスペイン戦と違うのは決定機の数。スペイン戦ではほとんどボールに触らせてもらえない状況に加えて、シュート数もスペインが13本に対し日本は3本。ボールを奪ってもすぐに奪い返されてしまう状況となっていました。しかしブラジル戦では日本も何度もチャンスを作ることができていました。シュート数は全体でブラジルが7本、日本は16本となっています。前半19分に日本に決定機が。ゴールキーパーの山下選手の正確なパントキックが宮澤選手に通り、ドリブルからグラウンダーのクロス。これに反応した田中選手がフリーで打つも枠外。そして前半アディショナルタイムにもチャンス。エリア付近で守屋選手がシュートを放つと、これがブラジルディフェンスに当たり PK を獲得。キッカーは田中選手。しっかりとコースを狙って打とうとしました。マイボールとなってしまい、ゴールキーパーに防がれてしまいました。田中選手は PK やシュートシーンについて、得点のところも PK のところも準備して入っていたんですけど、自分にがっかりしました。自信を持って臨んだはずだったんですけど、わかんないですと本音を語っていました。前半は両者得点を奪えない状況で折り返します。そして後半、怒涛の展開となります。後半11分、相手エリア内からの丸田選手の長い縦パスから、最後はジェニファー選手がゴール右隅にシュートし先制。その後日本は何度かチャンスを作りますが、相手ゴールキーパーなどに阻まれ得点を奪えず。それでも後半終了間際、途中から出場した谷川選手が相手エリア内でドリブルでかわそうとすると、相手ディフェンスが倒れ込みハンド、 PK を獲得。キッカーは熊谷選手。相手ゴールキーパーの動きをしっかりと見てゴール右側に蹴って同点。ここから勢いをつけた日本は、後半アディショナルタイムに谷川選手が 30m ほどの位置から相手の胸を突くミドルシュートを放ち2点目。日本は見事2対1で勝利し、現在グループ2位となりました。谷川選手のスーパーゴールにファンからは、やばすぎるスーパーゴール、球際強くて取りまくってスーパーゴールもやって、谷川祭りやん。これで19歳って化け物すぎる。パスも正確だし、いるだけで安定感抜群。落ち着きが澤穂希さんを彷彿とさせる。日本に現れた救世主。もうこれ完璧に大空翼のドライブシュートと、なでしこジャパンのレジェンドと言われている澤穂希選手に例えられる声も。女子サッカーの前に行われた男子のマリ戦では、国母選手がスーパーセーブを連発しチームを救っていました。日本は2戦目はこれまでにも苦戦することが多かったのですが、男女ともに勝ち切ることができました。ブラジル指揮官の発言。試合後、ブラジル代表を指揮しているアルトゥール・エリアス監督は、勝てるチームになりたいのなら、試合がもたらす変化にもかかわらず90分間一貫してプレーする必要がある。今回負けてしまった原因は PK を最後に与えてしまったことだ。もしこの PK がなければ状況は大きく変わっていたはずだ。最後の最後まで気を引き締めて戦っていかないといけない。誰が傷つくか関係なく真実を選手たちに伝える。今後代表チームで繰り返してはいけないことであり、誰かを傷つけるようなことがあっても真実を伝える。そして彼女たちはそのことについて反省する必要があるとコメントし、日本代表選手については、得点のきっかけとなった谷川ももちろんすごかったが、田中や長谷川も常にマークしておかないといけない状態だった。
日本の攻撃陣はどの選手も注意しないといけなかったから非常に苦しむこととなった。と田中選手などがディフェンスを困惑させていたと発言。ブラジルは現在3位という状況。自力で突破を目指すには次のスペインに勝つことが重要です。アルトゥール・エリアス監督は、予選突破をする可能性はまだ残っている。我々は対戦相手を選ぶことはしない。スペインに勝てるように次もプレーしていくつもりだし、どのチームにも勝てるポテンシャルを私たちのチームは持っているよと意気込みを語っていました。スペインはナイジェリアに勝利し1位。日本は現在2位となっていて、ナイジェリアと対戦をしますが気を緩めることはできません。海外の反応。この試合に海外でも称賛の嵐。ブラジルメディアでは、前半はあまりブラジルの動きは良くなく、攻撃の機動力が足りない状態だった。田中選手に2度のチャンスを与えてしまった。試合終盤にも PK で追いつかれ、そこからはブラジルの状態が悪くなった。日本とブラジルはこれまでにも何度も対戦をしてきて、互角の戦いを繰り広げてきた。しかしオリンピックという大事なタイミングで負けてしまうのはブラジルにとって非常に大変な状況だと紹介。また他のメディアでも、日本はロスタイムに見事は逆転劇を披露し、ブラジルのレジェンドであるマルタの200試合出場のパーティーを台無しにした。マルタは勝利すれば準々決勝進出が決定する試合で、また200試合目という記念すべき時となっていた。日本は91分まで負けていたが、そこからなんと逆転をしてしまい、200試合目は嬉しいものとなくなったと紹介。そしてマルタ選手は途中で交代する展開となってしまい、ファンからは、サッカーを舐めている、わずかな気持ちの緩みが日本のチャンスを作った、マルタを下げたのがターニングポイントだったといった声が上がっていました。そしてフランスメディアでは、後半終盤までグループステージが敗退することが濃厚となっていた日本がまさかの逆転、これは今大会で歴史に残ることだろう、日本は王者スペインに僅差で負けてしまい、ブラジル戦は絶対に勝利をしないといけなかった、試合前からすでに集中している様子があり、この一戦に全てをかけていると感じた。そして最後の最後まで粘り強く戦った結果、日本が勝利をもぎ取ることができた。日本の粘り強さが勝利を導くと、この試合に対する思いと同時に紹介をされました。日本代表のコメント。試合後 PK で得点を決めた熊谷選手は、もうやるしかないっていう気持ちと、何としてもチームを助けたいなと思っていた。あの状況で勝ち点1が残るかどうかってところはすごく重要でしたし、何よりも自分たちが欲しい勝ち点だった。蹴る瞬間は本当に落ち着いてというか、ボールに集中するだけだなと思っていて、だいぶ集中して蹴れましたとコメント。 PK は蹴る側に非常に有利なものとなっていますが、その反面計り知れないプレッシャーが押しかかってきます。そしてあの場面ではなおさら点を決めないといけなかった状況。熊谷選手は、 PK って私の中で生き物だなと思っていて、その時その時でかなり違ったシチュエーションがあるなと思っていて、とにかくあそこに飲まれないこと、自分のリズムで蹴ることだけを集中していると話をしていました。あの場面で落ち着いて決めてしまうところは、これまで大舞台で大活躍をしてきた選手であると言えます。また池田監督は、ハーフタイムに気持ちを切り替えてしっかりと戦ってくれましたし、ビハインドになった時も最後までチームで戦う狙いを持った、本当に素晴らしい選手たちだなと思いますと選手を称賛。そしてこの試合で途中から出場をした谷川選手が大活躍、見事な采配をしたことについては、彼女だけではなくてその他の交代した選手もしっかりと自分の役割を果たしてくれましたとコメント。日本がチーム一丸となって戦っていることを感じることができました。日本は3戦目にナイジェリアと対戦をします。ナイジェリアはスペインやブラジルよりは戦いやすい相手と思われます。しかしここで気を緩めずにしっかりと勝利をしてほしいです。いかがだったでしょうか。皆さんの意見もぜひ教えてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみにお待ちください。